私たちの生活と地球温暖化、2050年ゼロカーボンシティを実現しよう。杉尾じゃよ。御年70歳。趣味はハイキングで、おばあさんの話はいいから。どうも、ナミコです。ところで、2100年のわしのバラ色の夏休みについて聞かせてやろう。行きとんのかい。自動運転の空飛ぶ車でナミスケに会いに行ったり、筋肉スーツを着て日本全国の山を制覇したり。知ってる？環境省の2100年の天気予報によると、2100年の夏、東京の最高気温は40度超えの激暑。熱中症の国内死亡者数は1万5000人以上。大雨、暴風、高波、高潮に最大級の警戒が必要になる、スーパー台風もたくさん発生しちゃう。オーマイガー。じゃあ、2100年を楽しく生きるためにはどうすればいいんじゃ。地球温暖化を食い止めればいいのよ。まあ、生きてたらの話だけど。わしの老後を邪魔する地球温暖化とは。老後って。地球温暖化ってのはね。じゃあその温室効果ガスを減らせばいいんじゃの？いや、地球温暖化で起こる変化に慣れていけばいいのかね。はて、どっちじゃ。悩ましい。温室効果ガスをなるべく出さないように生活することと、変化する気候に慣れること、どっちも大事。両方やるの。なるほど。早速やろう。すぐやろう。で、温室効果ガスって何なのじゃ？問題は CO2。 じゃあわしはこれから息を吐くのをやめるとするか。ちょっとそんなことしたら死んじゃうじゃない。確かにそれでは2100年どころじゃない。2100年のわしの生活を返せ。ちょっと違う気がするけど。はて、このまま地球が温暖化するとどうなるんじゃ。まず異常気象っていう現象が世界中で起きてるよね。大雪や集中豪雨で大きな被害が出ているという話じゃな。杉並区でもゲリラ豪雨で水浸しになった場所があったぞ。台風や洪水、干ばつで、もし田畑がダメになったら、お米や野菜が取れなくなることも考えられるし、動物が生きていく環境も変わってしまうから、肉や魚が少なくなることも。そんな恐ろしいことになるのが分かっていて、君たちは何もしてないのか。何？急に。いや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 、そんなわけないじゃない。SDGs にゼロカーボンシティ宣言。SDGs は世界のみんなで決めた17のゴールで。ああ、横文字は腰痛に良くない。13、気候変動に具体的な対策をっていうのがあるでしょ。それは世界の話じゃろ。わしはれっきとした日本男子じゃ。世界の目標だからもちろん日本も関係あるのよ。それに私たちの町杉並区ではゼロカーボンシティ宣言もしてる。小難しいことを聞くと腰痛が。もう都合が悪くなるとすぐ逃げようとする。杉並区は令和3年11月に令和32、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする、2050年ゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明しました。今後も区民や事業者の皆様と共に脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。了解したぞ。腰の痛みは吹っ飛んだ。
わしはこの調子で2100年までいけるんじゃ。よかった。そうこなくちゃ。一人一人が自分のこととして考えて行動すれば、未来は変えられる。温暖化防止のために何ができるか、みんなで考えよう。